はい、バイソン松本です。王道2018第9回ということでね、最近ですね、私ね、気のせいなのかね、ちょっとね仕事が減ってきてんですよね。なんでなんだろう。まあまあ、私は結構ねショールームとかに行って寝台を触るっていう仕事が多くてですね、ここ数ヶ月ねろくに寝台が出てないんですよね。だから如実に仕事が減ってる感を感じておりまして、うちにはですね結構まだちっちゃい子供もいますんでね、ぜひとも看板番組ゲットしたいなと思っております。で、今まで8人が打って、井上由美さんのね4500枚ぐらいがプラ、優勝したということは聞いているんですけれども、1年ねトータルで考えるとですね、やっぱりね4500枚ぐらいだったら、それまあたとえ5000枚で超えたとしてもすぐね切り塗り替えられちゃうと思うんで、ぜひともね今日はね万枚目指して頑張りたいと思っております。本気です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どこだ。あ、あった、こっちだ。こういったダメダメ台の方がいいや、前日。三台機、ちょっと待って、ちょっと待って、ハーデスも3台じゃん。なんか三台機が結構人気で、だって化け物語とかここら辺もね朝一にすぐ座るっていうことは、もしかしたら3台マシンが熱いのかもしれないね。ここのコーナーみんなね各機種に1人座ってんすよ。はい、ちょっとね凱旋かハーデスか迷ったんですけれども、凱旋今のところですね2人しか打ってないんで、もしハーデスがダメだったとしても凱旋戻れるんじゃないかなということで、とりあえずね三大島であるハーデスから行ってみたいと思います。早いことね設定推測できたりすればいいんですけど、なんかね3ゲームくらい前違和感感じたんだよ。いや確かにね怪しかったんですよずっと。そうだ、一回落ちてまたしてもすぐ天国まで駆け上がったってことね。でまだねチャンス役は引いてない。確かね、天国かもって言ってから一回も引いてない。いた。131ゲーム
投手は5本です。これ滑り出しとしては上々じゃないかな。2回天国っぽかったし、うまい。カットイン出すのがうまい。チャンス役が引けないって、これでさ、チャンス役が引けてたらどえらいことになってますよ。最初の当たりがね、軽いと精神的にはいいですね。あと外線もね、今2台当たってるんですけど、両方とも100ゲーム台で当たってて、1台ね、朝打つから打ってる人が600ゲームぐらいハマってるだけで、品はね、悪くはないんで、移動先もこの稼働だったらどうにかなりそう。やばいな、優勝が遠のきつつあるぞ。開始1時間だけど、さあそろそろですよ。準備はいいですか。このデメも合格でもないと思います。はい、1台目ハーです。439ゲームたまったところでやめます。特にねプラス要因もなかったんで、こんなもんかな、ここまでかな。で、当初狙っていた外線の方に行ってみたいと思います。2台目外線コーナー行ってみたいと思います。ちなみにですね、先ほどのハーデスは、投資500枚、わお遅れました。内部状態は良かったと思うんですけど、当たったかな。ほい、ドゥー、よかった。232ゲーム、私は100ゲームくらいから打ったんで結構早めに来ました。投手は全部で15本です。しっかりとね、これ上がってるところで引いてるんで、ループ期待ですね。思ったより取れた。さあ、上乗せはございません。初当たりで
ループストップもらえてたと思った。推定天国で当たってます。あ、621、連チャン確定。V コイ、V、こうか。はい、15ゲームです。凱旋はね、やっぱ気長連ですよね。今年初打ちで1万5000枚いったんですけど、やっぱね、コンスタントに気長連してたわ。しかも気長6連が多かった。6連を2回か3回かやって、で気長8連1回あったのかな。気長連っすよ、やっぱ。まあ、自分の相性がいいとしか思えない凱旋。これでね、勝負かけますよ今日。なんで凱旋で勝ててるのかも分かんないんだよな。勝ってる時はあんま設定を感じないですからね。設定の力を感じない。あとね、点設定も甘いんじゃないかな。さあ、一応、終了いたしました。初当たりがループ持っております。最後、追加投資でございます。2時間経過、打てるのはあと3時間プラス2時間、5時間、5時間あるとまだまんまいけるのか。もしね、その今のところトップの犬由美さんまくるには5000枚必要なんですよね。だから1600ゲームぐらい、2時間ちょいか。あ、ということはそれが無理、トップになれないから帰っていいとかないんですよ。え、ダメ？だってトップになれないのになんで打つ？打つ、まあ高設定っぽかったら打ちますけどね、え、帰っちゃいます。どうしよう、大移動した方がいいのかな。あっちは330ゲームですね。朝一、前台埋まってたね。バジ絆っすよ、一番出てる台があれが3000枚ぐらいですかね。でその隣の台も1000枚以上、2000枚ぐらいか、プラスになっているので、バジ絆がまあ当たりの一つではあったんじゃないかなと。ただ私ね、1万枚目指してたのでバジ絆だとね相当難しいということで狙わなかったんですけどもね、ここら辺2代目3代目だったら全然いけると思います。でやっぱね、朝一ね気になってた三大島ですよ。ここがねもう別積み台がしっかりと出てると。でサマイ数とかも一個一個ね見ていくと、結構ここら辺はね一機種に1台ぐらい当たりがあったのかなと思います。ここら辺のね、マドカとかもいいんだよな。両方ともか、移動台か。こういうのも気づいとかないといけなかったんだな。こっちはね、結構出てる台多いんですよね。だからバラエティにもね、入ってるんですね。
特に最近よく思うんですけど、バラエティコーナーも結構お店力入れてるお店多いんで、であこら辺のバラエティも出てるし、ね、残念なことにね、僕のね打ってた歯ですね、めっちゃ出てるんですよ。あのあとしかハマってて、なんだろうなこれ、残りゲーム数がねさっきからすごく多いんで、ハーデス一発なのかな、まあ、こっちの方が朝一の狙い台でも一つでもあったんで、ここまで400ゲームでいいとこがねないんで、ちょっと大移動します。早め早めに移動しないと間に合わないですからね、この凱旋。今のところねあんまりいいとこがないんで、ちょっとは見せ場っていうのを作りたいです。ちなみに今546ゲームでございます。強気だったらどうしよう、前日クソミソに負けてる台なんだよなこれ。これ当たってもおかしくないよね、820ゲーム外れて、当たってしまったと言った方が正しいのかもしれない。もしリセット天井まであと200ゲーム足らず当たってしまいます。投資はですね、40本でございます。2000枚、白、なんだろうこれ、さっきのここら辺のポッチ連打じゃない、これ熱いや、はい、あ初の G ストップか、最後の V がな、ちょっと第3ボタンの時躊躇しちゃったんだよな一瞬。失敗だった。もう行ける日はねもうさっさとねパパパパパパってドーンドーンって揃うんで。ダメだな今日は。あと1回リップ。オッケー、ナビなし、右上がりもあるけど、まあまあこれは大丈夫でしょう。外れだ、なんだよもう、そうだ外れもあったんだ、さあ推定天国で引いております。単発か、25ゲーム、これ多分ストックっていうよりかは初当たりっぽい、はい、少ないですね、459枚。
紛らわしいけどリプさんでライブ状態もいいっす。もう当たってる説もあるよ。ああよかった、152ゲーム、推定天国で当たりました。1回ぐらいお願いしますよ。ほんカメラマンさんお願いお願い。リップじゃん。しかも中押しのリップって相当低いのに。今回は頑張った。しねえな。やりました。まだまだもらうよ。7ゲームからリプ 4G ストップです。なんかありましたっけ？なんもないっすよ。ちょっと優勝はもう諦めております。ちょっとでもプラス収支を近づけるよう頑張ります。持ちコイン移動ですね。で、400枚ぐらいかな。400枚ないかもしれない。左の窓か打ってた人がやめてるってことは3台中1台あるとしたら私の打ってる台最有力じゃん。ちゃんとユニメも発行してやめてる。ざわざわざわ。最後だけ逆更新してよかった。マチチャレで、当たったボーナス追加投資もありまして、ここまでで49枚、総投資50本。じゃあ私も左のお兄さんと同じようにバーを揃えてみせようじゃありませんか。今まで1回しか揃ったことないけど。ここまで見てくださってる方いるんでしょうか。私の王道はですね、
惨敗でございます。オープニングでね、本気出すみたいなことで本気で看板番組狙っていくと言ったんですけれども、それがまずかったのかな。万枚狙いで万枚出すなんてそんな甘いもんじゃないもんね、スロットって。最終的な結果はですね、凱旋ハーデス凱旋、窓巻き1、打ちまして、2600枚マイナスでございます。いや、まさしくね、本当にね、凱旋とかも僕も右の台がね良かったですし、まあ王道で言えば、勝利の立ち回りの王道で言えば、まあ馬事絆が一番良かったんじゃないかなとは思いますが、やっぱね、ホームラン狙いにはそれなりのリスクが伴うというわけで、今日の反省点挙げるとするならば、窓巻き初代あんなん打つんじゃねかった本当に。あそこで準備中に1000円取られるし、円環の断りで1000円とか、もうなんか無駄にどん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 追いはぎねみたいな感じで、あの新橋あたりにねよくある戦法ですよあれ。凱旋ハーデスはね、本当に後悔はしていないです。もしね、ちょっとボタンがね書き違えたり、ボタンが書き違え、ちょっとねうまいこと回ると万枚もあったかなというところもあるんで、そこは反省してませんし、後悔もしておりません。まだ間際さえな、失敗しなければちょっと気持ちよく帰れてたのに、今日は本当まずい酒になりそうです。ここまでご覧くださった皆様、どうもありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。